終わったお花はどっから切ったらいいの？こんにちは、花草人の尾関淳子です。今週の花ツバジニアプロフュージョンです。ジニアプロフュージョンは花壇向きのジニア百日草なんですよ。百日草のお花はこれね、たくさんのお花の集合体、真ん中見ていただくとまだ真ん中へこんでるでしょう。ここが今咲いてるところ、ここがどん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 咲いてくる、真ん中が盛り上がってきた時が終わりです。すぐ下の葉っぱには花芽がないので、一つ葉っぱをつけてこの下、花芽の枝がついている、ここでカットしてあげてくださいね。この葉っぱの上で切っておくと、いつまででもこの葉っぱ残っちゃいますよ。花草人ではこのようなギャザリングのレッスンオーダーを受けたまわっています。お問い合わせはこちらの電話番号かホームページからお尋ねくださいね。 YouTube のチャンネル登録も待ってます。花草人 LINE アップでは季節のお花の園芸作業、ライブ配信のお知らせを差し上げています。ぜひ登録してくださいね。花草人の尾関淳子でした。またねー。